ロータス56はガスタービンエンジンを搭載した四輪駆動のレーシングカー。モーリス・フィリップによって設計されたロータス38に変えて1968年のインディ500に投入された。四輪駆動のコンセプトは1969年のフォーミュラワンカー、ロータス63に引き継がれ、ウェッジ形状の車体はロータス72で成果を収めた。 ロータス56バイトは、モーリス・フィリップと、コーリン・チャップマンが回収を施したマシンで、ゴールドリーフカラーに塗られ1971年の F1 レースに数回参加した。ジョー・レオナードのロータス56、2011年のグッドウッドフェスティバル・オブ・スピードでも走行するロータス56、ロータス56は1967年の STP ・パクストンターボカーで使用された。 ST6 がスタービムエンジンの改良系を搭載した。ST6 は史上最も人気があった小型航空機用ターボプロップエンジンの一つである。しかし車そのものはハマキ型ではなく、空力的に優れた独特のくさび型ボディを導入した全く新しい、より進んだデザインであった。1968年は、第一にウィングが導入された初めての年でもあった。 インリン500の統括団体であるユサックは、吸気量を大幅に削減して、ガスタービンエンジンの出力を抑える新しいルールを導入した。ロータス56はサイレントサムの4輪、駆動コンセプトを維持しながら、軽量化と高度な空力特性を備えたボディ、洗練されたサスペンション設計で、エンジン出力の低下に対抗した。ロータスはドイツでのフォーミュラにレースで、 ジム・クラークを失っていた。マイク・スペンスはインディアナポリスで4台の56のうちの1台をテスト中に自己死した。残された3台はグラハム・ヒル、ジョー・レオナード、アート・ポラードの手によってレースに参加し、レオナードはポールポジションを獲得した。前年とは異なり、STP ・パクストン・ターボカーがレースで他の車を容易に凌駕したのとは異なり、 ガスタービンカーは他のトップ候補と比較的均等に調和していた。その要因はガスタービンエンジンではなく空気力学とシャシー設計に起因するものでなければなかった。ヒルの車は110周目にクラッシュし、ポラードの車は188周目に燃料シャフトの破損でリタイアした。一方レオナードはレースをリードしながら、 残り数週というところで燃料車フトトラブルでリタイアした。レースの後間もなく、ユサックはガスタービン車に追加の制限を課し、それは本質的にレースからガスタービン車を排除することとなった。2年連続のガスタービン車の出走はインディ500に革新をもたらしたが、ユサックはガスタービン車と四輪駆動車を完全に禁止した。マテルがホットイールの一つとして、 ロータスタービンのダイキャストカーを生産したのは珍しいことであった。1971年、ロータス56はチームロータスから第一世界選手権に投入された。しかしながら燃料補給なしで乾燥するために必要な大型燃料タンクは過重量となり、競争力はなかった。ロータス56はレースで勝利することはなかったが、ジムホールのシャパラル同様に、 レーシングカーの空力特性の重要性を実証し、その後のオープンホイールカーの典型的な形状を設定した。チャップマンのロータス72は同じくさび型のノーズを採用し、会一世界選手権で3度のタイトルを獲得した。コーリン・チャップマンは、インディ500とフォーミュラ1の両方を走る単一のデザインの車を持つ計画の一環として、 潜在的な会一マシン候補として56を開発したが、車重が重すぎて競争力がなかった。会一用の56は56バイトと名付けられ、エマーソン・フィッティ・パルディは1971年のレース・オブ・チャンピオンズとインターナショナル・トロフィーのノンタイトル戦で56バイトを試した。ブランズ・ハッチのプラクティスはウェットロメンとなり、56バイトは ホールタイムから遠く離されたが、決勝はドライ路面となり、フィッティパルでは34周目にリアサスペンションのトラブルでリタイアとなった。シルバーストーンでは第1ヒートで3周を走っただけでサスペンショントラブルのためリタイアとなった。第2ヒートは3位となったが、総合では22位となった。デビッド・ウォーカーはオランダグランプリで車を走らせたが、 ウェットコンディションの中22番グリッドからスタート、10位まで順位を上げたが5周目にコースアウト、リタイアとなった。フィッティパルディは、イタリアグランプリに56バイトで、再び出場、トップから1周遅れの8位となった。LOTUS56B-FHTECHNICAL.net。2017年6月11日閲覧。 The PT6Nation 50th Anniversary 2017年6月11日閲覧ありがとうございます。